本日ご紹介したいのはフレッシュサワー先生です。はい、この見慣れない器具が出てきましたけれども、先生、こちら浮き輪とかですかね。あ、違うみたいです。あ、2回もなりました。すいません、失礼しました。なんですかね。あ、でもこれから先生がこの作り方を教えてくださるそうなので、一緒に見ていきましょう。ほい、キウイですね。まずはカット。あー、美味しそう。あ、出ました、さっきの器具が。あ、は、あー、すごい。え、めっちゃ便利。え、めっちゃ綺麗に取れる。あ、これは丸々1個使うんですね。丸々1個使う。はーい。え、すごい。え、すごい。ちょ、見せて見せて見せて、この中身中身。あ、すごい。すごい。一家に一台キウイカッター。そしたら潰します。はい。いや、これめっちゃ美味しそう。キウイサワーは女性にめちゃめちゃ人気です。女性にめちゃめちゃ人気。はい、じゃあお釜にも人気ですね。はい、はい、入ります。あ、やっぱ丸々1個分だとまずそこそこありますね。シャワーが入ります。はい、お、かき混ぜていただいて、このつぶつぶ感も絶対美味しいですよね。これも完成かな。はい、果肉が大きいのでピックを刺して完成です。なるほど。はい、レモンですかね。はい、いいですね。レモンを切って、あ、なるほどね。大丈夫、大丈夫そうですか。あ、いけてる。今なんかバキって言いました。先生大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。あー、いいですね。あ、すごい、結構ちゃんと量使われる感じなんですね。ですね、これは。わ、すごい。はい、お次はグラスを用意していただいて、こちらのグラスでレモンサワーを作っていただく感じですね。はい、おい、あ、さっき絞ったレモンが投入されます。これ隠し味の。隠し味の何ですか、それは。カルディのレモンシロップ。はい、おー、レモンシロップ入りました。美味しそう。これでサワー入れていきます。はい、こっから炭酸水が出る。サワーです。サワー、あ、そっか、お酒入りですね。プレーンのサワー。すごい、美味しそう。かき混ぜていただいて、こちらで完成ですか。で、最後にレモン。最後に。あ、すごい。おお、すごい。泡で隠れて。こんな泡で隠れないんですけど。なるほど。ちょっと今日は泡の元気が良かったみたいです。それでレモンサワーの完成です。レモンサワー完成です。はい。
はい、お次はトマトサワーです。トマトサワーです。はい、トマト缶から使うんですね。はい、はい。あ、カットタイプですね。美味しそう。あー、一杯？二杯？二杯ちょい。気持ちいい。あー、なるほどね。いいですね。お客様によって買います。お客様によって買える。可愛い子にはたくさん入れるってことですか？気持ちなんです。あー、なるほどね。僕はちょっとだったのでいいですね。はい、サワーが注がれます。結構いっぱいいっぱいになるまで継ぐ感じですか？そうです。そうですね。気持ちです。はい、あ、気持ちです。これは結構いっぱい入ってるから。あー、いいですね。色が変わって綺麗。トマトサワー美味しそうですね。カットのトマトを食べたいって人もいるので。はい、あー、なるほど。ピックをつけて。ピックが、あ、おしゃれ。はい、トマトサワーこんな感じですね。はい、お次はグレープフルーツ。グレープフルーツ、お召し替えも済んだようで。あー、かわいいね。ほい、切ります。はい、あー、きれい。美味しそう。半分だけ使います。あ、半分だけ。もう半分は次の方へ。気持ちです。気持ちです。あ、そこまで行っちゃう。はい。しっかりとできました。ほい。そして、はい、氷が入りました。はい。そして先ほどの果汁が。おー。結構入りますね。あ、いやいやいや、サワーが入ります。たっぷり入ります。はい、果汁とサワーが混ざります。これで完成かと思いきや、グレープフルーツが刺さりました。綺麗。完成です。はい、お次はオレンジサワーです。オレンジサワー、こちらもまずは切っていく感じですね。美味しそう、このオレンジ。先生、握力は自信がある方ですか？握力は自信ないです。自信ない。ちゃんと絞れているのでしょうか、こちらは。大丈夫なんでしょうか。果汁、フルーツを絞ることは大丈夫です。あ、フルーツを絞るぐらいはありました。はい、あー、もう見てない。あ、2つ使います。これは丸々1個使う感じですね。丸々1個。はい、しっかり絞っていただいて。はい、氷も入っていきます。はい、そして先ほど絞った果汁が入ります。だー、美味しそう。美味しそうしか言えないもんな、これな。あ、果汁も入りますか。あー、いいですね。美味しそう。はい、サワーが入っていきます。たっぷりと入りました、サワー。そして最後にザ・オレンジが刺さりました。これで完成ですね。完成です。はい、おやおや、ということは次はいちごサワーですか？あー、合ってたみたいですね。あ、なるほどね。だからメガネも帽子もいちごで赤なんですね。はい、ピンポン出ました。ありがとうございます。ということで、いちごサワーがこれから作られていきます。はい、ではヘタを取っていただいて、いちごちゃんがスタンバイしております。はい、あ、結構細かくカットしていく感じですね。
気分です。これは別で使います。あ、別で使う、なるほど。ではこの2個が元に戻りますね。さあどうなってしまうのか、いちごちゃんたち。あ、こちらも潰すんですね。潰します。あー、美味しそうだわ。はい、こんな感じです。はい、というわけでグラスに先ほどのいちごちゃんが投入されます。はい、このぐらい入っております。はい、サワーが入っていきます。赤い色が綺麗。はい、たっぷり入りました。あー、綺麗ですね。いちご美味しそうです。いきます。はい、はい、完成でよろしいですか。完成です。それでは試飲をしていこうかと思います。まずはレモンサワーからいただこうかと思います。先生いただきます。すごい果汁がいっぱい入ってたんで酸っぱいのかと思ったらちょうどいいですね。あれだ、シロップ効いてますね。うめー。では次はトマトいこうと思います。よいしょよいしょ。うん、すごい、結構トマトがフレッシュで美味しいです。では次はグレープフルーツ飲んでいこうと思います。結構でかいカットがついてますね。あー、グレープフルーツが美味しい。あ、次はオレンジいこうと思います。いただきます。うん、こいつはいいけ。はい、では次は先生と乾杯したいと思います。私はキウイ、先生はイチゴ、試飲していきたいと思います。よくかき混ぜて、ね、美味しそうです。というわけで乾杯、いただきます。キウイの味はもちろんなんですけど、こうかき混ぜるとちゃんと粒々感もあって果肉感が結構強く出てて美味しいですね。これはめちゃめちゃ美味しいですよ。そして先生どうでしょうか。なるほど、先生はイチゴのリッチな感じが十分に出ていて果肉感もありとても美味しい、私の渾身の一作だとおっしゃっております。ニューアオではコーヒーもご用意してお待ちしております。お昼の一杯にも、夜の飲んだ後のほっと一息にも、ぜひ一緒にコーヒーで乾杯もいたしましょう。というわけで本日は青のいろんなドリンクの紹介をさせていただきました。ということで本日の動画はオッシーとカズでお送りしました。この動画が良い、いいと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもどしどしお待ちしております。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。